大西です。こんにちは。今日は基本動詞テイクの、イメージを引き続き一緒に取っていきましょう。はい、テイクはですね、基本動詞の、中でよく使う動詞ですね。これも have, take、まあ2番目ぐらいにね、よく使うと思いますね。はい、基本のイメージは取る、そしてそれから受け入れる、手を伸ばして取ることから受け入れる、それから選ぶという意味でも使っていきますね。今日はですね、この、8番から14番までの例文を一緒に見ていきたいんですけども、うん、あ、例文見ながらいきましょうかね。はい、では8番、 The nurse takes my temperature every morning。 はい、 The nurse、 看護師ですね、看護師さん、これ nurse、 男性も女性も両方ですね。はい、看護師は takes my temperature。 temperature っていうのは、最初の E が強いんですけども、これ温度ですね、気温なんですが、My temperature、 誰かの temperature っていうと体温ですね。はい、なのでその看護師は私の体温を取る、つまり測るということですね。私の体温を取る、つまり測る。 Every morning、 毎朝ということですね。はい、 Every っていう単語は Every day の Every なので、毎朝ね、ごとという意味なので、毎朝というふうになりますね。はい、これ Every とかが来たらもう In とかはいらないのでね。はい、では次 Number 9、 It takes 15 minutes to walk to the office。はい、この it は何かっていうとですね、まあ、主語なんですが、とりあえず簡単にそれは取るよ、15分って言ってるんですね。このそれの中身がですね、この後ろになります。To walk to the office。ここが本当の主語なんですけど、こっちの it は仮の主語ですね。はい。英語は普通必ず主語、動詞って並ぶはずですよね。これ決まってることですよね。なんですけど、主語が長くなった場合は、頭でっかちになっちゃった場合は、お話し言葉だと聞きづらいじゃないですか。結論が出てくるのが遅いので、なのでとりあえず1頭先に置いて、それって15分取っちゃうって先に言うわけですね。もうそれは15分取っちゃうと先に言うわけで、本当の主語を後ろにこうやって不定詞で持ってきます。これはもう相手が理解しやすいためですね、不定詞 to プラス動詞の原型っていうことですね。 to プラス動詞の原型、動詞の原型がきます。不定詞はですね、ちょっと今軽くお話をしておきますと、何のためにあるかっていうと、動詞を名詞にするためです。動詞を名詞にするために不定詞はあるんですね。 walk という動詞は歩くっていう動詞ですよね。はい、歩くっていう動詞を歩くことっていう名詞にしたいんですね。要は品詞、形をフォーマット変えしたいわけです。動詞というフォーマットから名詞というフォーマットに変えたいんですね。その時にこの to の力を変えるとパッケージにできるんですね。歩くことっていうパッケージにできるんですよ。これが不定詞という役割です。動詞を名詞にフォーマット変えをしたい時に不定詞を使うわけですね。はい、なのでオフィスまで、あ、それにこの to ですね、こっちの to もありますよね。この to はこの不定詞の to はとは違いますからね。こっちの to は前置詞の to です。これはね、矢印です、右に向かってってこと。はい、このオフィスに向かって歩くことということですね。はい、 to は不定詞の to と前置詞の to とありますのでね。はい、これ見分け方はご存知ですか？見分け方は簡単です。 to 不定詞の to は必ず右側動詞の原型ですから、必ず、はい、必ずです。はい、前置詞の to は右側は必ず名詞なので、名詞ね、オフィスって名詞ですよね。事務所、会社という名詞ですね。はい、これで見分けますよ。はい、なのでオフィスに向かって歩くこと、これが主語です。は取るよ、15分。はい、つまり会社まで歩くのに15分かかるって言ってるわけですね。はい、なぜ1頭先に置いて本当の主語は後ろに来てるかっていうと、主語が長いと頭でっかちになって、お話し言葉では結論が出てくるのが遅いので聞きづらいと。なのでこういう主語が長い時はとりあえず1頭置いて、先にそれは15分かかるんだよと結論を言うっていう方が聞きやすいわけですね。はい、なので英語ではこういうことがよく起こりますね。うん、はい、まあこれ日本語では15分取るとか15分かかるって言いますよね。かかる、なんで時間がかかるっていうのは結局時間を取るということなので、テイクを使うわけですね。はい、では10番、 The thief took my wallet。 はい、 thief っていうのはこう th 発音ですね。歯と歯の間に舌を挟んで thief、 はい、泥棒ですね。 The thief、 その泥棒は took はテイクの過去ですね。テイクの過去、過去です。取ったよと、何を、私の wallet、 財布をっていうことですね。つまり盗んだってことですね。はい、盗むっていうのは steal っていう動詞があって、過去が stole ですけど、
steal を使ってもいいんですよ。The thief stole my wallet って言ってもいいんですけれども、結構 take を使います。はい。簡単ですからね、この基本動詞ね。はい。steal は盗むという意味しかないけど、結局 take はこの基本の意味から、こうやって盗むというものにも使えるんですね。はい。ただまあ、そのまま、泥棒は取ったよ、私の財布を。つまりこの主語にそういうね、泥棒とか悪い人が来ると、悪い意味で使う人が来ると、盗んだということになるわけですよね。はい。ということで、泥棒は取って私の財布を、つまり盗んだということですね。はい。では11番。The restaurant can take 100 people. はい。そのレストランは、こんなレストランが主語です。can は可能ですね。はい。これ助動詞ですね。はい。助動詞の can は、助動詞というのは動詞の前に置いて動詞を助けるから助動詞というわけですね。はい。助動詞の can は可能性を言えますね。可能だよと。はい。何が可能なのか。テイクするのが可能なんです。何を ?100 people。100人をテイクするのが可能って言ってるんですね。つまり、そのレストランは100人をテイクするのが可能っていうことは、100人取るのが可能。100人収容できる。100人受け入れられるってことですね。ということで、こういった受け入れるっていう意味にもなってくるわけですね。要は、レストランのキャパを言ってるわけです。はい。では、12番。My father won't take his doctor's advice. 私のお父さんは won't。はい、これはですね、will not の短縮になります。will not。will not。はい、will も助動詞でですね、意思表示の助動詞です。こうするよっていう意思表示ですよね。はい、それが否定なので、しないよっていう意思表示です。はい、うちのお父さんはしないんですと。しようとしないんですと。テイク取ろうとしないんですと。何を ?his doctor's advice。彼のお医者さんの意見を。お医者さんのアドバイスを受け入れないんですってことですね。はい、受け入れるという意味になってくるわけです。はい、では13番。 I took the job offer。 はい、took、 これ take のとこですね。私は取ったよと。何を job offer、まあ、オファーは申し出ですよね。お仕事の申し出を断った、あ、断ったじゃない、お仕事の申し出を取った、受け入れたということですね。何かこうね、お仕事の、まあ、ポジションとか新しい会社のお仕事の、打診が来ていて、そのね、申し出が来ていて、そのオファーを取ったよ、つまり受け入れたよっていうことになるわけですね。はい、では最後14番。 Sorry, we don't take e-money。 はい、e-money って何かっていうと、これあれですね、電子マネーのことです。電子マネーのことですね。日本語で言うと電子マネー。はい、この e は何の略かっていうと、electronic の略です。 electronic 電子のマネー、お金っていうことですね。まあ、e-money で通じます。はい、まあ、今ね、電子マネー、まあ、何でもありますけど、エディとかスイカとか、あとペイペイとかね、もうすごく今広がってきてますよね、LINE ペイとか。はい、そんなものですね。はい、じゃあこれお店側が言うことですね。Sorry、すいませんと。私たちはテイク、受け取りませんと。取りませんと、e マニーは。っていうことですね。はい、受け入れませんよっていうことになるわけですね。はい、こんな感じでですね、テイクはただ物理的に手を伸ばして取る。というところから結局取る、受け入れるということになってくるわけですね。はい、すごく汎用性が高いですよね。はい、ではですね、最後に例文を読んでおきましょう。 Number 8. The nurse takes my temperature every morning. The nurse takes my temperature every morning. Number 9. It takes 15 minutes to walk to the office. It takes 15 minutes to walk to the office. Number 10. The thief took my walletThe thief took my wallet. Number 11. The restaurant can take 100 people. The restaurant can take 100 people. 12. My father won't take his doctor's advice. My father won't take his doctor's advice. Number 13. I took the job offer. I took the job offer. Number 14. Sorry, we don't take e-money. Sorry, we don't take e-money.はい、こうしたですね、基本的なこの基本動詞、これはですね、もう絶対に使うことになりますので、イメージを浮かべて1文10回ずつですね、練習してみてください。声に出してですね、もう女優になりきったつもりで声に出してみてください。実際に自分がこの場面にいるようにね、イメージが大事です。はい、英語の学習を全て長期記憶の方に入れていく、つまり忘れない記憶にしていくためにはイメージと繰り返しがポイントになります。イメージと繰り返しですね。ぜひ楽しみながらやってみてくださいね。はい、本日何か気づきがございましたら、グッドのボタンをいただきますとありがたく存じます。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。
本日もご視聴いただきありがとうございました。